そのこれから私がやっていくアフィリエイト、ローンチワークショップがどういう形になっているのか、どういうスケジュールで進んでいくのかってことについてちょっと話をさせていただきます。まずこのこれは1月のカレンダーですけど、20日、22日、24日。この3つの日、ここが PLC になっています。PLC の1、PLC の2、PLC の3です。で、ここの27日がオープンカートです。セールスのスタート日ですね。で、ここからオープンカートが始まって、今回は私としては初めての7日間のオープンカートで、まあ実際は3日の朝おそらく8時だと思いますけど、朝8時までオープンカートします。で、まあこの7日間やるっていうのは、まあ今回アフィリエイトも使ったオープンカートをやるので、やっぱりこのオープンカートがちょっと長めに取った方がアフィリエイターさんが最後に、アフィリエイター紹介してくれて最後に紹介しやすいっていうのもあるし、で、今、ブラジルでエリコロカが6&7。まあ、6っていうのは、ブラジルでいうところの大体、10万レア。まあ、日本でいうと1000万円ぐらいに相当するぐらいのお金の金額なんですけど、その、7日間のオープンカートの期間で、売り上げを、6桁の売り上げ。つまり、まあ、1000万相当の売り上げを上げるっていうようなコンセプトでやってて、大体ブラジルで7日間のオープンカート。で、私はどちらかというと5日間のオープンカートが、まあ、私は好きだったんですけど、今回7日間のオープンカート初めてチャレンジします。で、まあ、ここはクローズカート。で、じゃあこの PLC の1、2、3ってやって、で、このアフィリエイトのスタートがこの前、前の土曜日。はい。土曜日の、土曜日だから19、17日ですね。1月17日からアフィリエイトが一斉にスタートします。なので、アフィリエイトで参加する場合は、このタイミングで、まあ、早い段階から紹介していった方がいいですね。なぜなら、一回、あなたの、もしかしたらあなたと他の人の URL が被ってる可能性もある。メールアドレスが被ってる可能性があるんですね。そしたら、最初に紹介した人のリンクをクリックした人、ここが、その商品のその人から売れたアフィリエイトクッキーっていうのが残るんで。だから早めに紹介して、早めにその人が私の LP をクリックした方が、あなたに報酬が払い出される確率が高くなるんです。これはアフィリエイトの仕組み上そうなってるんですね。で、そこで1月17日からアフィリエイトがスタートします。で、この1月17日になったらこれで紹介をしてもらう。LP。あ、この前ですね。1月17日になったら紹介します。で、今回、これは PLC123 のインターナルローンチです。このインターナルローンチと並行して、セブンデイズローンチチャレンジも同時に行っていきます。セブンデイズローンチチャレンジも同時に行っていきます。で、セブンデイズローンチチャレンジは基本的には、まず、LP に登録をしたら、LP から、登録ありがとうございましたってページになります。で、登録ありがとうメール、登録ありがとうございましたっていうページに行ったら、ここでメールを見てくださいっていうふうにここに書いてあるんですね。で、このメールを開くと、ここに、さらにもう一個、サンキューページがあって、ここに動画があって、ここをクリック、ここにボタンがあります。ここをクリックすると、Facebook グループに行って、で、ここで7日間のチャレンジローンチが行われます。はい。まあ、このチャレンジローンチっていうのはもう何度も私のね、ローンチを見てる人は、もうあれはかなり熱いっていうのは分かってると思うんですけど、まあ、このチャレンジローンチを入れることによって、あなたが紹介した、メールで紹介した人のリストが、このチャレンジのところに入ると、より商品を購入していく確率が高まっていくわけですね。で、より
その商品が高い成約率で売れていく。だから、できる限りここからチャレンジローンチに参加してもらった方がいい。で、ここで、じゃあそれでやっていって、同時並行で行っています。チャレンジの期間は毎日チャレンジの間に Facebook ライブがあります。で、26日にここで、本来はオープンカード27日なんですけど、チャレンジに参加している人だけのプレオープン。プレオープン。なんで、このプレオープンの日に先にオープンカードします。チャレンジに参加している人。で、チャレンジに参加してない人でも、ここのオープンカードが朝行われるので、で、朝のメールで、朝全体のメールに対して、あなたがそこで紹介したメールの人に対して、一斉にそのメールが飛んで、こちらからお申し込みができますよっていう形で行きます。だからその時刻を、これはまだ決まってないですけど、例えば、まあ、おそらく多分予定では7時か8時になるのかなと思ってるんですね。で、これはもし決まったら、このアフィリエイトしてくれるあなたにそれも告知します。どのイベントが何時にやるかっていうのもちゃんと告知します。なので、このじゃあ7時のタイミングでオープンカードだから、あなたもその7時のタイミングでメールを送った方がいいです。あなたが、まあ、あなたのクッキーで、あなたのクッキーでね、一応その登録してる人がここで売れれば、あなたの報酬になります。ここが記憶してる。でももう一回ワンプッシュで送った方がより商品を買う確率は高まるわけです。だからそこで送って。で、もしここで送れなかったら、ここでも送ってもいいし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 、まあこのタイミングで送れるわけですね。どこのタイミングでも送ることができます。で、最終的に商品が制約するという、そういった形になっていますね。で、このアフィリエイトの今回システムでホットマートを使うんですけども、皆さん、このローンチクラブのメンバー全員ホットマートのアカウントを持っているので、で、このホットマートの持っているアカウント、ここにアフィリエイト機能をホットマートに頼んで入れてもらうことにしました。それって、本当はアフィリエイト外から登録し直さなきゃいけないんですけど、でもアカウント持っているので、もうここからですね、すぐにアフィリエイトができるような感じに、私が直接ホットマートの人にお願いして、それをやってもらうことになりました。だから、土曜日の朝までに全員にアフィリエイトのリンクをお渡しします。あなたの登録紹介用の、まずは LP のアフィリエイト。で、もしセールスビデオのアフィリエイトリンクもできてれば、これもお渡しします。もしできない場合は、先にこっちで。で、この LP のアフィリエイトリンクで、土曜日の朝から、こちら、たぶん土曜日の夜になるかな。ちょっと土曜日の時間はまだすいません。これからアナウンスしますけども、土曜日の時間から一斉にその紹介ができるような感じにしますので、まあそこでスタートしていきましょう。まあ一応ここで、その30 days launch は始まりますけど、もしここのタイミングできなかったとしても、ここのタイミングで紹介しても、このタイミングで紹介しても大丈夫です。途中から見ても PLC は123見れるようになってますので。だから例えば30日、ちょっと私30日しか紹介できないとしても、30日紹介したとしても大丈夫です。ここで PLC を見ることができるので、で、そこで最終的にオープンカード期間中も今回7日間あるので、途中からリストを登録した人でも、できる限りその人が売れていくように、オープンカード期間中も、まあ、私は一応今回毎回ライブをやろうかなと思っています。毎回ライブをやっていって、オファーにつながるようにやっていこうと思って。こういった戦略で、やっていく予定です。